見事な演奏じゃろ。わしのビートに酔いしれるがいい。板伝の代わりの板ギター。さて出来上がり。終わりました。もう、あー、ほんと思い出深いマスター集だったな今回。すごいいろんな思い出があったね。さてこれで一通り調理の基礎は教えたことになるけど、確かに私まだ一料理か二料理ぐらいしかやってない。二人にここまでマスターシェフを受けてみての感想を聞こうかな。でもさ、あれじゃない、そういうのってさ、やっぱり料金が発生してこその取材費だと思うよ。私料理っていろいろと手間暇かかって大変だね。でも映える盛り付けを考えるのは楽しかった。あ、すごいね。これは多分あれだね、このさ帽子垂れてるじゃん、ここに給料入ってるんだよ。小銭がいっぱいここに貯めてるタイプだね。地味な作業ばっかは嫌だなって思ってたけど、ちょっとテンション上がってきたかも。あ、そうなの？もう終わりだよ。私はレッスンを通し料理の基礎を学べました。そして何より、あ、敬語使ってるね。厨房は美に溢れていると再確認しました。実にトレビアン。食はやはり人生の幸いだね。あー、でも言うよね、食は人生って。確かに食べることこそ生きがいみたいな人もいるよね。ルーク君楽しそう。やる気がこっちにまで伝わってくるよ。だから四捨五入して中尾明だよね。俺も自分でびっくりするくらい苦手な作業でもモチベ保ててるかも。シェフが褒め上手だからかな。なるほどね、褒められなくてもやるよ、やろうわ。君の頑張りは私の情熱も引き出してくれたよ。褒められるまでもなくやれたらもう一流だよね。最初は不安だったけど、なんだかんだでいいペアなんじゃないかって思ってきたよ。一言。料理長の指導あってこそさ、引き続きご指導よろしくお願いします。なんか普通ってさ、これ全部しまわないかな、この触覚も。ルーカス触覚出すタイプなんだね。なんか使うのかな、そのさメレンゲ代わりとかにさ使いそうじゃない、ルークのこの触覚。料理をする過程で、うん、俺もバズる料理が作れるようにこの調子で頑張っちゃうよ。なるほどね。マスターシェフ早いな、終わるの。楽しかったね、いい思い出だった。私はケイト君も楽しんでいるようだ。はよし、ケイ君タイム行こう。マスターシェフ1話、これなんかあれだよね、あんまり変わんないよね、ストーリー展開。基本的にマスターシェフジャガイモのガレットを作ろう。ガレット、おや、どうしたんだい、ムシューマジカメ。浮かない表情をしているけど、あ、ムシューマジカメって呼んでるんだね。ムシューマジカメじゃさ、ケイトダイヤモンドってよくわかんないよね。特徴つけるのめんどくさくなったのかな。やだな、ルーク君、大げさすぎ。ただ、実習の料理がちょっとね。君が作るのは、ジャガイモのガレットか？もしかして、苦手な食べ物なのか？ジャガイモ苦手なんだね。でも、アレルギーとかあんのかな？あはは、別に苦手ってわけじゃないよ。ただ、ちょっと地味すぎるかなって。あ、でもあれだっけ？ケイトさ、なんか甘いもの好きじゃないから、甘いものは食べないんだっけ？ふふ。素朴で家庭的な料理という印象ではあるね。確かにね。ああ、どうせ参加するならマジカメでバズる映えなメニューを作りたかったな。物は言いようじゃない、もう格好バリバリつけて、なんかステッカーとかもいっぱいつけちゃって、もう料理を見えなくするみたいな、そういう手法もあるよ。生地を丸く広げて焼いただけの料理より見栄えのする料理の方が食べるときテンション上がるじゃん。まあそれはね、確かにね、あれだよね、どんなに量が多くても、なんか大きいお皿にちょこんとデザートが乗ってる料理の方がなんか高級感出るよね。量とかさ、料金は多分一緒なんだよ、その材料費とかは。でもなんかちょこんと乗ってるやつの方がなんか高級感あるよね。まあれなんだけど、料金一緒じゃそっちの方が高級感あるのは当たり前なんだけど。確かに華やかさには欠けるけど、綺麗に焼き色をつければ最高に食欲をそそられる見た目になるのさ。ああ、なるほどね。私たちがまるで洋服を装うように食欲も料理で変わるんだね。食欲の秋、そしてなんだっけ、食欲の秋、読書の秋、そしてスポーツの秋、そして松崎しげるの秋みたいな。それにシンプルな料理だからこそいろんな味で楽しめるしね。確かにね、シンプルね。てか料理って私正直見た目とかあんまり気にしないんだけど、いや相当さ、もうリリアみたいな、あの
応答物みたいなものはさすがに私も食べるか迷うよ。でもさ、みんなイカスミ食べてるのにあれ食べれないって不思議だよね。機関車トーマスから出そう、ああいう廃棄物。なるほどね、調味料で味変できるっていうのは魅力かも。うん、そういえば食べ合わせの実験動画なんかも一時期流行ってたっけ。こういう時トレイクローバー、ドスケベクローバーはすごい役立つよね。バイトは別の話だけど、バズらせるにはそういう路線もありかな。うん、うんうん、じゃあ早速ジャガイモのガレットの作り方をマスターしよう。はい、よろしくお願いします。ジャガイモね、トレビアン、ムシュー間近めの挑戦を私も心から応援するよ。ありがとう、ルーク君も頑張ってね。じゃあさ、あれにしようよ。あの、お盆みたいにさ、ナス刺すじゃん。ナスに箸を刺してなんか立てるじゃん。じゃがいもにしようよ、あれ。2本立ちでいい。お、どう？ケイト君、なかなか手際がいいね。普段から料理は作るのかよ。なんかね、あれ、ミスターポテトヘッドの、なんか海外のディズニーだっけな。日本だっけな、あれ。で、なんかさ、ミスターポテトヘッドの大きい、その動くフィギュアみたいのがあるんだよね、ディズニーリゾートに、まあ、海外かは忘れたけど、それでなんかね、耳とかが取れてなんかトラブってた動画あったね。耳がね、本来なら多分手に持ったままにしてたであろうけど、なんか耳を取るっていう演出があるの。ミスターポテトヘッドっておもちゃだから取れるじゃん。耳を取るって演出があるんだけど、それで手からねこぼしちゃったんだよね。それでなんかみんなパニックになってたね。ミスターポテトヘッドもパニックになった。ケイト君、なかなか手際がいいね。普段から料理を作るのかい？ハーツラビルのお茶会の時に簡単な作業を手伝うくらいですね。ですね。実家でも姉に頼まれて市販のミックスを使ってパンケーキを焼くぐらいは知ったけど、びっくりした今。ワンちゃんの話かと思った。ミックス犬。よく作ってたという違いかも。皮むきも千切りも便利グッズに頼りっぱなしだったし。確かにね、もう不要だよね別に、こんなさ技術なんて。最近は今に料理も自動になるんじゃない？あ、いいね。へえ、その割には包丁もうまく使えたのじゃないか。じゃがいもの千切りも上出来だよ。だっていつも包丁だけは使ってるからね、料理には使わないけどみたいな。さあ、ありがとうございます。うん、余裕だね。切り終わったじゃがいもは水を張ったボウルに入れておくんだっけ？違います。水に張ったボウルを水に入れておくんです。あ、今回は水にさらさなくていいよ。あ、いいの？え、必要な手順だと思ったんだけど。じゃあ水をさらそう。間近にあげちゃう水を。はい、水さらしますみたいな、新しいインスタグラムじゃない？家でお手伝いをして覚えたのかな。えらいね、なんでこいつ。いえ、前に見た料理動画でそうしてた記憶があって、そういえば理由は言ってなかったかも。うん、じゃがいもを水にさらす主な目的は変色防止とアク抜き、それから焦げ防止だね。つくつく防止、焦げ防止、私は防止。ラップって難しい。ラップってさ、アドリブでやってんのかな、あれ。ちゃんと意味があるんだ。ケイ君一つ賢くなっちゃった。確かにね、ケイ君ね、普段は賢くないみたいな予想をしてるけど、いろいろ考えてるんだろうね、ケイ君タイムは。でもそれだとやっぱり水にさらすべきなんじゃ。変色すると見栄えが悪くなりそうだし。エンペラータイムみたいなもんかな、ケイ君タイムって。なんかステータスが上がりそうだよね、全部年が上がりそう。いやいや、水にさらすとジャガイモ同士がくっつきづらくなっちゃうんだよ。あ、そうなの？その方がいい場合もあるけど、ジャガイモのガレットはでんぷんの粘着性を利用した料理なんだ。え、だからあれ？なんかポテトとかはおそらく水につけてるってこと？つまりじゃがいもを水にさらすとバラバラになっちゃうから良くないってこと？まあ確かにね、あれだよね、友情関係でもそうだよね。人にさ、勝手に水をぶっかければもう脈絡もなく、プールでもなく、その私服の状態で水をかければバラバラになっちゃうよね、友情関係は。それと一緒。その通り、理解が早いね。何を作るかによって食材の下ごしらえのやり方も変わってくるわけか。料理って奥が深い。一つ一つの手順の意味を理解するともっと料理が面白くなるかもね。そんなの考えたくないよ、料理に。多分あれだよ、主婦とかさ、その夫の方の主婦はさ、そんなの考えずにいつも作業のようにやってるんだよ。豆知識系の投稿がバズってるってこともあるし、
知っとくに越したことはないのかな。へえ、そうなんだね、豆知識系か。あーでも確かにね、最近 YouTube でも流行ってるよね、なんかアニメの豆知識とかさ。ちぎり、千切りしたじゃがいもを焼くだなんてどうしたってテンション上がらないけど、ここまで頑張ったことだし、とりあえず完成させちゃわないとね。あ、終わった。千切り、ん、じゃがいもを千切りするんだっけ、なんだっけ、あれじゃがいもって千切りできるんだね。やってみたいの私も。じゃがいものガレットを作ろう。さあ、じゃがいもが変色する前に火を通そう。フライパンが十分温まったらバターを入れてね。え、これゴースト燃やすとどうなるんだろう、試してみていいかい。なんかゴーストってさ、燃やすとどうなるんだろうね、本当に。変色しそうじゃない、変色反応起こしそう。はいはい。うん、フライパンに入れた途端に広がるバターのいい匂い。溶けたバターを全体に広げたら、千切りしたじゃがいもを敷き詰めていく。了解。厚みに差がないように、均一に綺麗な丸い形になるようにっと。丸い形にするんだ、いいね。この状態で5分ぐらい焼いたら、ひっくり返して反対側にも焼き色をつけよう。ケイト、ダメだよ、そのままさゴーストにぶん投げちゃう、フライパンのまま。わかりました、5分か。今のうちに洗い物を済ませちゃおうかな。たまると後が面倒だしね。あー、わかる。よし、両面焼き上がった。あとは形が崩れないように慎重にお皿を移してっと。うん、いい感じ。ケイト君、私の頭の上だよそれは。さすがにそれはないんじゃないかな。うまいじゃないか、焼き色も完璧だし形も綺麗だね。あ、もしかして高得点を狙っちゃう。でもやっぱ見た目が上がらないんだよな。じゃがいもに失礼だろ、謝りなさい。じゃがいもにちゃんと、それは教育として大事だよ。本来はここで完成だけど、時間もあるし盛り付けをちょっと工夫してみよう。どんなに人に悪口言っても、どんなに相手に悪態ついてもいいけど、じゃがいもをけなすことだけは私は許さない。盛り付けって、それってつまり映えなアレンジしちゃってもいいってこと？うん、調理台に出ている料理を好きに使ってくれて構わないよ。へえ。やった、ありがとうございます。となるとやっぱり色数を増やした方がいいかな。綺麗な焼き色は生かしたいから、半分ぐらいはそのまま見せるとして、ガレットの上に目玉焼きをずらしたら、目玉焼きをずらして置いてみたら可愛いかも。あとはお皿の空いてるスペースをサラダを添えたら彩りが良くなりそう。へえ。ちぎったレタスに真っ赤なトマト、あ、薄く切ったパプリカも追加しちゃおうっと。ケイト君センスいいね、それに栄養バランスもよく考えられてる。マジで？え、じゃあそういうさ、もう栄養検定士みたいな、もう実質取ったと言っても過言ではない。カフェで食べた料理の盛り付けを思い出して参考にしただけなんだけどね。うわ、オマージュ、悪く言えばパクリ。栄養か、ただ見栄えがいいってだけじゃなくて、食べる人のことも考えてあるんだな。うん、栄養管理士とか大変だよね。盛り付けもバッチリ、あとは食べてもらう直前にケチャップをかけてもらえば OK。 さて料理を運びますか。審査員は誰だろうな。これでさ、審査員殴って、はい、ケチャップの完成ですって言ったら、ケイ君ちょっと恐怖心を煽るよね。あ、ケイトじゃないか、誰？え？あ、カール、え、リムなの？マジ？カリム君。あ、かわいい、にっこりしてるね。なんかさ、あったよね、そのさ、この手を腰に置く人はなんか何、防御が硬いんだっけ、なんかあったよね、そういうの。調べていい？なんかね、手に腰を当てる人はアピールをしたいとか自己主張が激しいとか書いてあったね。あー、なるほどって思って。あと、なんだっけな、やる気を向上させたいとか、なんかそういうのもあるらしいよ。あとね、なんかその悪いイメージで書いてあった理由があれだね、他人を見下したいとか。でもそれはないと思うな、さすがに。ケイトもマスターシェフを受けてたんだな。友達の手料理を食べられるなんてすっげえ嬉しい。他人を見下してるっていうのはないと思うな、さすがに。まあなんかもしかしたら大富豪だから、その無意識にやってる可能性もなくはないけど。喜んでもらえて俺も嬉しいよ。
でもまさかカリム君が審査員に選ばれるなんて。うん、ああ俺も急に言われてびっくりしたぜ。最初はジャミルに反対されてたんだけどさ。あ、確かにそうじゃん。それ押し通したの？かわいいじゃん。俺もやりたいって言ったら参加できたぜ。ジャミルはなんか忙しそうにしてたけど。あ、無断天才じゃなかった、無断あれなんだね、乗車なんだねこれ。まあ、いいんじゃない、たまには。そういえばなんか食材のチェックが大変だって授業の前にシェフたちが話してたような。カリム君みたいな大富豪ともなると食堂でランチするのもいろいろ大変ってことかな。どうなんだろうね。それじゃあ気を取り直して。でもあれかもね、ファミレスとかはもしかしたら口に合わないかもね。はい、こちらケイ君特製じゃがいものガレットです。うん、どう？うわー、派手な料理、さすがだなケイト。俺こういうの大好きだ。素晴らしい人間性、あふれんばかりの笑顔。これ正月に一番初めに見たい笑顔だね。可愛く盛り付けられるように頑張ったからね。ケチャップをかけてお召し上がりくださいって言おうと思ったんだけど、せっかくカリム君に食べてもらうわけだし。そうだ、ん？何？ん？ケイト何してるんだ？え、いいよ別にケイト、あのさ、メイド喫茶みたいな、はいハートかけますねみたいな、そういうサービスはいいよケイト。それは見てのお楽しみ。これをこうしてっと、え、何入れた今？じゃじゃじゃんじゃんじゃじゃん、出来上がりどうかな。何？あ、おいしそう。何これ？あ、これジャガイモポテトっぽいね。渦巻きになってる。ケチャップで模様を描いてくれたのか。これ俺のターバンの柄に似てるな。あ、やってるじゃんもう。うまくないこれ？え、カフェラテアート張りなんだけど、これうますぎないこの紋章。分かってもらえてよかった。器用だな、これに綺麗だと食べるのがもったいないぜ。確かにね、リム、そういうところも優しいんだね。そうだ、いつもみたいに写真を撮っておかないか。ナイスアイディア。じゃあ、料理の写真と俺とカリム君のツーショットも。うん。あー、ケイ君タイムだ。あ、いい感じに撮れたな。後で俺にも送ってくる。これがグルービーなのかな、もしかして。違うのかな。もちろん。さ、カリム君食べて食べて。あ、いただきます。へえ、いいな。なんかリムにさ料理提供できるってすごいレア商品じゃない？商品がレアだね。うん、うまい。外側はカリカリカリムで内側はもちもちしてるんだな。次は目玉焼きを乗っけて。あ、すごい歯ごたえがいいね。これも合うな。サラダのドレッシングもガレットに合う味付けだ。あ、まあ、リムが言うんだからそうだろうね。気に入ってもらえてよかった。まさかいろんなカフェを巡った経験がこんな感じで生きるなんて。あ、カフェの経験でこれアート描いたの？じゃがいものガレットを作るって言われた時はがっかりしたけど、途中から楽しくなっちゃった。じゃがいもならチーズも合うよね。ベーコンやハムを乗せたらボリュームのあるランチになりそう。あの、ケイトの鼻の前まで商品を、その食べ物を持って、で、もう一回戻して、リム、口に入れよう、自分の。ふふ、ケイト君、料理に目覚めてくれたかい？何それ、なんか性癖に目覚めるみたいな。うん、うん、料理そのものは微妙だけど、盛り付けを考えるのは楽しいかな。この調子で映える料理をマスターして、マジカメで思いっきりバズるぞ。へえ、いいね。マジカメで思いっきりバズるために料理するっていう人あんまいないよね。あ、でもいんのかな、最近は。なんかおしゃれなカフェとかでさバズるよね。なんかあれらしいね、なんだっけ、なんかね、そのドリンクのコップを変えただけで売れ筋が上がったとか、なんかそういう話もあるらしいよ。あ、いいな、俺も応援するぜケイト。結局マジカメでバズるのが目的だぞ。でもまあ今時はそれも結果がの一つかな。だからあれだよね、言うならばインフルエンサーになるためにツイッターやるとか、そんな感じじゃない？さっきの写真も早速投稿しておくと。最高の授業、シェフありがとねって。って。ああ、なるほどね。あ、待って、こっちバージョン初めて見たな。あ、リムとのツーショットじゃないんだね。びっくりしたね、私。はあ、料理提供してるところもあるんだ。いつもさ、料理中だったよね、なぜか。普通料理提供してるところ撮るよね写真。
マスター集。あれ？こっから？え？審査会場。早くない？なんでルークだけさ、エピローグじゃなかった、プロローグぶっ飛ばしてんの。いよいよ実習の始まりだね。この時を心待ちにしていたよ。あ、こっから始まるのか。細いな。料理とかしてなさそうじゃない？この人食べてないよ。あ、もしかしてさ、人に分け与えてるんじゃない？なんかアンパンマンみたいな。ルーク君、ご機嫌だね。このプログラムって仕方なく受けてる生徒が多い印象だったけど、うん、新しい挑戦はいつも私の胸をときめかせてくれる。今なら即興しよう、素手操作。あはーし、じゃなくて料理を作ろうか。行くよルーク君。おい、ムッシュ。ではケイト君、また後で互いに検討しよう。オッケー、検討します。うん、ルーク君も頑張ってね。検討士だね、私たち二人合わせて。大食堂。ルーク君はにずっとニコニコしてるね。何かいいことでもあったのかい？本当に笑ってると思う。心の中では笑ってないよ。ええ、私にとって厨房はほとんど馴染みのない場所。見るものすべてが新鮮です。10銀みたいなもんだよ。新たな冒険の地に降り立ったかのようにこの胸が躍る。新たな冒険の地か。じゃあ厨房を知り尽くしている僕が責任持って先導してあげよう。何様なんだよ。おう、なんと頼もしいことだろう、マルシーシェフ。それにしてもスイートポテトだったかな。興味を惹かれる不思議なタルトだね。あ、スイートポテトね。結構好みが分かれると言われてるスイートポテト。芋をフィリングにするなんてユニークな発想だ。セイボリーな食事用の甘くないタルトなのかな。でもさ、あれだよね、こんなこと言ってもさ、やっぱりぶっ飛んでるのでは最初にフグを食べた人だと思うな。最初にフグを食べた人には負けると思うな、こんなユニークな発想しても。違うんだ、甘いお菓子だよ。まずこの茹でただけの芋を食べてみて。焼き芋これ。おらら、濃い黄色をした芋だね。それに水分が多そうだ。初めて食べるよ。ピカピカ。塩やバターをつけずに芋を食べるのもいつ以来だろう。素材の味を楽しめそうだね。うんうん、ピーカピカピカ。トレビアン、驚いた。何もつけなくてもこんな甘い芋があるなんて。ホクホクとした食感がたまらない。でもあれだよね、なんか芋男とかあるよね、そういう単語。芋女とかね。あれもさ、もしかしたら何もつけなくてもその素材がいいっていい意味で使われてるかもね。芋男とか芋女とかね。あれだよね、サシャが言われてるよね。サシャ、これは東の国で盛んに栽培されている芋なんだ。へえ。これをフィリングにしてタルトを作るのさ。美味しいスイーツになりそうだろ。私は芋と綾子を栽培したい。で、イッテQっていう番組をいっぱい作りたいね。芋と綾子がいっぱいいれば作れるんでしょ。マーベラス。世界には私の知らない美味しいものがまだまだたくさんあるのだろう。ふふ、開始早々こんな発見があるとは。一段と意欲が湧いてきました。そこまで言ってもらえると教えがいがあるよ。じゃあフィリング作りに入ろうか。フィリングね、フィリングが大事だよ。フィリング、話を聞いた感じだとルーク君はあまり料理はしたことがないのかな。バカにしてるね。はい、野外で簡単な調理はするけれど、食材をナイフで切ったり焚き火で焼いたりするぐらいです。へえ、ルーク君はキャンプをするんだ。外で食事をするのも楽しいよね。シェフに共感していただけると、あの独特の緊張感は何度味わってもいいものです。うん、緊張感はちょっとわからないけど、まあ感じ方は人それぞれか。うん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 、お金ちょうだい。うんうん、あ、お願いします。これ横断歩道渡ります。ありがとうございます。とにかくあまり経験がないから調理器具の説明もした方がいいね。これは知ってるかな。何？マッシャーですね。以前感激した際に料理人が力強くポテトを潰すシーンに使われていました。そうなの？なんかすごいね、ポテト潰すシーンをさ感激でやるって。これはさすがに知ってたか。じゃあ皮を剥いた芋をマッシャーで潰していこう。それってあれじゃないの、普通さエアでやるんじゃないの。
パントマイムでやるんじゃないの？任せてください。この手の作業には自信があります。お、どう？何？黄金色の芋が砂糖に卵、生クリーム、そしてバターと混ざり合い、美しいハーモニーを奏でている。あ、なるほどね。どうでしょう、シェフ。このフィリングの仕上がりは？うん、均一な仕上がりでいいと思うよ。じゃあ次はブランデーとバニラエッセンスで香り付けしよう。あ、バニラエッセンスね。あれすごい美味しそうだよね。なんか匂いだけで騙してるみたいな、そういう気分になるね。実質ライアーゲーム。フィリングの香りにさらに深みが増した。なんとも食欲をそそられる匂いだ。バニラエッセンスだけでなんか料理成り立つみたいなところない？リリアの料理にバニラエッセンスかければ絶対に美味しくなるよ。この美味しそうなフィリングはパートシュクレに詰めてもらうよ。山盛りにしないようにね。ウィ、見た目も美しいタルトにしたいからね。隙間なく丁寧にフィリングを詰めるとしよう。嬉しそうだね、ルークくん。ええ。厨房はなんて幸いに満ちているんだろう。なるほどね。幸運ってさ、こういうところで感じんのかな。なんか料理作ってもらった時とかさ、あれだろね、多分3日間食べなくて料理食べた時ってすごい幸運感じるんだろうね。だから料理だけでも人間って幸運感じると思うよ。うん？タルトがどんどん完成に近づいていく。美味しいものを作り上げる喜びが私の胸を満たしていくよ。ルーク君は意欲的だから教えがいがあるな。僕まで楽しくなってくるよ。楽しくないよ、ルークは。おらら、喜びが広がっていくということですね。なんて料理は素晴らしいんだろう。あ、おらら終わったね。私はおらら好きだからね。すごいおらら、いいよねこれ。このおららだけでさ、一章作ってほしいよね。第 7.5 章、おらら。おらら、おらら、おらら、おららタイム。おらら、おらら、あ、おら、おららだな。おらら、おららなんだぞ。で、作ってほしいね、1話。マスタシュン、ルーク編。あ、ピッ、この音好きだな。このピッて音、連打したくない？高橋名人連れてこよう。ルークくん、相変わらずニコニコしてる。タルトの焼き上がりが相当楽しみなんだな。よし、舌が回んない私、やばいね。お茶飲む。ルークくん、相変わらずニコニコしてる。タルトの焼き上がりが相当楽しみなんだろうな。あー、確かにね。これさ、おしゃれじゃない？このさ、何、センターが色が違う服って。ルークの服見てね。なんかさ、真ん中だけこれ剣みたいになってるじゃん。いいよねこれ。でもさっきから何を見てるんだろう。あの方向にオーブンはないし。ん？ああ、タルトが焼き上がったようだね。慎重に取り出して切り分けないと。シェフの指導の下で完成したかぐわしいタルト、一体誰が試食してくれるのかな。あ、なるほどね。未来を見据えてたんだ。ん、誰だろう。次。こんにちは、ルークハンドさん。今日は僕が審査を担当させてもらう。え、オルトもすんの？オルト君、まさか君が審査してくれるとは。え、これいいのかな。うん、食事を必要としない僕が選ばれるなんてね。可能性をシミュレーションしたこともなかったよ。他のみんなと同じようにはできないけど、僕なりに頑張るね。願わくはこの経験がオルト君の糧になるように。これが私の作ったスイートポテトタルトだよ。美味しそう、スイートポテトタルトね。なんかあれだよね、これってさ、ファミレスとかで出てるイメージある。あ、こういう感じなんだ。ありがとう。じゃあ解析させてもらうね、ルークハントさん。食べれないよね、だって。解析を開始します、うん。解析が終了しました。このタルトに含まれている主な栄養素は、炭水化物、糖質、脂質、タンパク質、食物繊維、ナトリウム。そのうちの 94% が炭水化物と糖質と脂質で占められている。効率的にエネルギーが取れるね。あー、じゃあ、食べ過ぎは良くないってことね、これ。いわゆる育ち盛りの生徒が在籍するこの学園の食堂にぴったりのメニューと言えるんじゃないかな。確かにこれあれだよね、もう3日後には食べ続ければ魔人ブーみたいになるよね。さ、メトンヌ、この短い時間で栄養素を正確に分析するとは本当に君は素晴らしいね。
おかげで新しい視点からスイートポテトタルトの良さを学べたよ。メルシーオルト君。ルークさんの技術に関しては表面と断面をそれぞれスキャンして解析させてもらったよ。全体的に均一に混ざったフィリングが中心から左右対称になるよう隙間なく詰まっていて、へえ、これ顔のバランスだったらすごいいいってやつ。なんかでもさ、顔のバランスって左右対称じゃなんか良くないみたいな話も聞いたことない。どこを食べても味や食感に差が出ないようになっている。なんだって、全部手作業だったのに。いや、調理器具を使っても多少の誤差は出るものだぞ。そんな精密にできるんだね。じゃあいらないじゃん、もう日立とか。材料のスイートポテトは繊維質が多くてムラなく潰すのは大変だったんじゃない？ああ、大丈夫。私はいつもムラムラしてるからね。あえて潰さずに食感を楽しむという話も聞いたことはあるけど、私には絶妙なさじ加減が判断つかない。だから全体的にしっかりマッシュすることを意識してみたんだ。なんでマッシュするの？私が先にマッシュしたかったね。なるほど、ルークさんが丁寧に作業したからこんなに滑らかになったんだね。なんかずるいな、マッシュばかりして。高評価をありがとう、オルト君。今後も君の言葉の励みを励みに取り込めそうだ。こちらこそいい経験をさせてもらったよ。無事に役目を果たせてよかった。いいな、マッシュしたいな。ずるいですよね、マッシュするのって。なんか一方的にマッシュするのって結構失礼じゃないですか。これ両者ともマッシュするべきだね。オルト君の言う通り、本当に丁寧な作業だったよ。まさかこんな綺麗な形に仕上がるなんてね。シェフ、オルト君、やっぱジャムおじさんって天才なんだね。そう考えると、いつも同じ形だよ。惜しみない賞賛をありがとう。温かな言葉の数々に胸がいっぱいさ。シェフに料理を学べたのも、オルト君に料理を審査してもらえたのも、本当に素晴らしい経験だよ。その上、望みも叶えられたのだから、私は本当に幸せだ。望みってどういうことかな。君は料理のレパートリーを増やすために授業を受けたんだよね。私はマシマシにするために。マシマシ人間だ。なんかマシマシのさ、マシマシ人間っていなかった？あのワンピースのワッポルの映画、チョッパーの映画か。なんか冬島のリメイクみたいな、ドラム王国のリメイクみたいな作品あったの。それでね、出た気がすんな、マシマシの実って。ウィムシュ、しかしル・シャソン・ドゥアムール、いついかなる時も美を追求することを忘れはしないのさ。ほら、あちらにいるケイト君の姿が見えるかい。真髄に授業に打ち込む料理を作っている。あの姿こそ私が見たかったものなんだ。努力とは普遍の美だよ。そばで観察できるとは実にマーベラス。この授業は料理に苦手意識を持つ生徒が受けることが多い、うん、努力という美を得るには絶好の狩り場と考えていたけれど、狙い通りだったよ。どういうこと？じゃあ君がレッスンの間ずっと楽しそうにしていたのは、美しいものを思う存分堪能できたからさ。なるほどね。じゃあ見たかったかなってこと？料理じゃなくてそれなの？珍しいね、人間目的って。なんかナンパ師みたい。わかんない、知ってる、マスターシェフと違う。でも君が喜んで授業を受けてくれたのには変わりないか。君との授業が楽しかったのも。いいな、なんかシェフゴーストに私ちょっと感情抱いてるね。私も得難い経験をさせてもらっています。今後の授業の何よ今。おこんな可愛いルーク初めて見た。すごい、スタジオジブリだね、宮崎駿監督。終わった。ちょ待って、最後飛ばしちゃったんだけど。私押してないんだけどね、あれ。もう一回見ていい？私も得難い経験をさせてもらっています。ああ今後の授業がさらに楽しい。これ無理無理、読めない、絶対読めない。ひどいよこれ。何、待って待って、ログ見る。私も得難い経験をさせてもらっています。ああ今後の授業がさらに楽しみになってきた。なるほどね。これね、わざとオートスキップだからね、言っとけで終わります。努力とは普遍の美だよ。